工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今回は四葉商会さんに持っていくエクステンダーとルーチェペンの方をまとめて紹介していきます。まずはエクステンダーリベルタの方ですね。まあ15本、まあこんな感じでカリンとかカハワイアンコアとかいろいろあります。また聞いてください。テトラフォールアルミの方もこういう感じで、まあ紅白、カリンとか、キングとかあります。で、ブラックとは、こちらがラーデンの方ですね。また、興味ある方、行ってください。では、ルーチェペンに入りたいと思います。まずは、クララウォールナットが3本出来上がっております。1万円ですね。ステッペルナンブーコが1本ありまして、メキシコのココボロが4本、1本チヂミですね。こちら全部7000円。こっちも7000円のカリンの紅白の方ですね。今回は3本です。で、マーブルットも同じ値段。そして、同じ値段なのはユーカリのチヂミですね。で、こっちは1万円でローズウッドのチヂミ。で、マイカルターとパックアウトですね。1万円と1万2000円ってところですね。そして、ウォールナットのチヂミ木が6000円、サペリーも6000円で、スネークとかラスト2本で、こんな木がね、全部これ、ごめんなさい、これがクワで1万円します。この5本がね、ケヤキです。まあケヤキのバーザー木のものと、ケヤキのチヂミですね。そして、コブが一部に出てるやつですね。まあ、7000円、6000円。まあ、こいつは本当は1万円ですね。こいつが一番珍しいです。まあ、ケヤキにもこんだけチヂミがね、出るんですよね。まあ、ちょっと色は薄いんですけど、本物のケヤキです。似てるといえば、ケンポなし。ちょっとね、間違えそうになるぐらい似てるんですけどね。まあ、じっくり見ればわかるかなといった感じですね。まあ、ケヤキにもこれぐらい木があるということを見ていただければなと思います。よいしょ。パープルハート。こっちがオレンジじゃないね。さっきもベンジで間違えたんですけど、これがタガヤさんですね。ベンジだと元真っ黒です。1個ツートンにできて、まあ、木もこんな感じで出ました。そして、タモですね。で、カエデシリーズですね。カエデのコブ木、バーザイメープルで、カエデのチヂミ木で、イエローハートですね。イエローハート、みかんの木の原種ですね。ブラジルから来てるやつですね。まあ、ここ全部6000円シリーズ。そして、センダンですね。まあ、今回ハーツの切っていただいたやつ。で、これが梅。で、これが栗のコブ木ですね。で、これがキューバマホガニ。まあ、ここからちょっと7000円、また6000円。こちら、サツマツゲですね。まあ、ちょっとこういう筋が入ったりしてますけど、ツゲはツゲ。で、オリーブですね。この辺6。実は、チヂミがないので、木がないので、6000円。パーペロー。で、カリンのチヂミ木。で、ホンジュラスローズウッド。まあ、ツートンも含めて4本あります。まあ、だいたい6000円。で、7000円の方が、カリンのコブ木。そして、わかりにくいんですけど、こっちがマダガスタルローズウッド6000円で、こっちがバーザイローズウッドですね。こちらが1万5000円ですね。で、ホンジュラスマホガニのチヂミ木、1位のチヂミ木、こちらは7000円ですね。8000円のキングウッド。ここにも梅がおります。7000円で、ブライヤーも1万円。こっちはブラックウッドですね。4本ともブラックウッド。
全然違いますね。こう見ると、黄砂も違うし、木目も違うし、まあね、ブラックウッドなんですけど、木目が見えるかなと思います。よいしょ。チューリップとピンクアイボリー、ケンポナシ、ケヤキと似てると思うんですけど、違うんですね。まあ、こちらが1万円ですね。で、チークの小布木、2本あります。7000円。1万円の黒炭つぶつぶ木ですね。で、この2本がハカランダ。ね、まあ、ちょっとペンシルの方でも紹介したんですけど、真っ黒じゃなくて、こっちがシマが出てる方、色が薄い方、本当にめちゃくちゃ個体差があります。で、ハワイアンコアがありますね。あ、2本、ごめんなさい、クワの縮み木、ハワイアンコアですね。1万5000円です。で、カーリンの紅白もペンシル同様頑張って作りました。14本。小笠原、桑。で、あとは黒柿ですね。まあ、こっちに来たいい方の2万2000円ですね。まあ、2万円とか、まあ、1万8000、1万5000。で、まあ、1万2000、1万円と、まあ、こんだけ用意しておりますので、まあ、お好みのものがあればなと思います。まあでも本当に今年はよく黒柿削りましたね。あとは、ちゃんと、クシャク木じゃなくてもちゃんと作っていかなくちゃいけませんという、作りなさいという材木屋さんがね、もったいないのでちゃんと作りなさいと言われちゃいましたのでね、ちゃんとそれはその価値として販売していければなと思っております。まあでもやっぱりね、クシャク木見ちゃうと、クジャクもいいっすよね。でもほんとね、ごめんなさい、数出せないっすわ。もうほんと春ね、どうしようかなと思うぐらい。まあ固定の時はね、ひそこちゃんは出すんですけど、それ以外のイベントを果たして出せるんだろうか。まあ頑張って探していきます。まあというわけで、まあ作った分はね、ちゃんと売りますので、イベント来ていただければね、見ていただいて、本当に手に取って見ていただければ、気に入っていただければ、それで使っていただきたいなと思います。では、こんな感じでルーチェペンの方紹介終わりたいと思います。またよろしくお願いします。